ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。キリリとしたイケメンの柴犬太郎ちゃん、車椅子で上手に散歩しているね。保護している金本さんに様子を聞くよ。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール。基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ネコワン。元気なワンちゃん。保健所や愛護センターほか、繁殖に使われたり行き場がなくなってしまった子たち、保護して新しい飼い主につなげる活動をしている光と希望の金本光さん。こちらは柴犬の太郎ちゃん。太郎ちゃん、これから車椅子をつけてお散歩です。他の犬に吠えられて興奮する太郎ちゃんを鎮めます。違うとこから出てるね。結構ね、もう前足生活が長かったのかね、もう前足の力が強くて、ひょいってこう後ろが簡単に上がるんですよ。なのでちょっと改良しようと思って、この後ろのお尻が上がらないようによいしょよいしょ、ここにちょっと押さえるような、なるほど、布かなんかをしたらちょっとひょいっと出んかなと思って。むに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 。それはなんか、いや、こすね、嫌がるんですよ。柴犬ってこうあんまりまだなこう、ねね、月日が経ってないのに、うん、あんなんしたらだいたいうーって怒るんですけど。そうそうね、この子できるけどいつもいつもむにむにするんだ。可愛いね。全然泣かないですよね。そうなんですよ。ね、可愛いね。無
むにむに怒ってへんよ。おとなしいんです。本当に、タロちゃん、これ一日何回、2回お散歩行くんですか？そうですね、朝晩、でも雨の日は行かないんですけどね。このお散歩機会で行くわけです。そうです、最初全然もうあの角までも行けなかったぐらいびくしゃくして、もう私が無理やり引っ張る感じで、もう足はもうこんなような感じ でやっと足が出だした感じでね。今日で何日目ぐらいですか？何日目だろう、でも半月ぐらいかな。だいぶ慣れてきた。そうですね。はい、お願いします。はい、行くよ、タロちゃん。いやちょっと前足で突っ張る。ちょっとやっぱり後ろ足を上げる癖が。そうそう、そうなんですよ。こう上げて歩こうとするんで、もっとね、あの体重乗せてくれたら歩きやすいと思うんですけどね。シバーズが、シバーズが出た後ろも動いてますね。そうなんですよ、神経はだからあるんですよね。肉球さえつけば。そうなんですよ。爪が生えて。そう。肉球さえつけば何の問題もないんですよね。だからちょっとこう4輪よりか2輪の方がいいかなと思って。ちょっと2輪で安いのを友達がメルカリで見つけたよって言って、もうちょっとしたら来るんで、それも試してみようかなと。誰に尽くせるやん。こうもうちょっと動きがね、自分で好きなように動けるかなと思って。ちょっとイヤイヤ感が満載なんでね、まだ。ごめんね。イヤイヤながらも車椅子で散歩する太郎ちゃん。どうして後ろ足が短くなってしまったのか聞きますよ。猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。最初庭に迷い込んできたっていう今治で、その人の家に太郎が迷い込んできとったらしいんですよ、
で足からも血が出て怪我しとるっていうので、どうしていいか分からずに保健所に連絡したそうなんです、はい、でまさかこういうことになるとは思ってもなかったっていうんでね、でその慌ててこうありとあらゆる愛護団体さんに連絡をしたそうなんです、はい、あの実はうちの庭に来とったのにっていうので、なんですけどやっぱりどこもねやっぱりこれだけのハンデがあるのと、やっぱり今はもういっぱいなんで引き出せないっていうので、もしその相談してきてくれた方が預かれるんであれば引き出しだけはしますっていう風に返事はもらったそうなんですけどね、やっぱりその人のお家も事情があってそれができんっていうん で最後の最後、最後に連絡させてもらいましたっていうのでメッセージが来て、光と希望のフェイスブックの方に、うん、でどこにも断られて、でももう期限がないですっていうので、うんうんうん、でも私のとこも今 いっぱいといえばいっぱいだしね、ましてやこんだけハンデがあるのは難しいなと思って、本当になんとか預かれませんかっていうので連絡くれた方にも言ったんですけど、でちょっと私も検討しますって言って一晩考えたんですよ、もう期限が次の日だったんでね、でもうすごく考えたんですけど、まだまだ若そうだし、その上何かの理由で足がなくなってもう痛い痛い状態で一人で愛護センターの中に入れられて、まあ、今そのどんな思いでその中におるんやろうとか考えたりして、で結局また人間の都合でこれで殺されてしまったら、この子は何のために生まれてきたんやろかっていうのをもう一晩中考えて、もう出そうと思って結局迎えに行ったんです。で、まあ、センターの人も大変ですよっていうふうに言ったんですけど、まあね、なんとかなるかと思ってただね、もう芝犬なんでね、もう絶対噛むなっていう覚悟はしとったんですよ。ああ、芝は噛みやすいんですか。そう、うちに来る芝という芝には一通り噛まれて、私ももうほんとどんだけ縫うたかっていうぐらい、やっぱりね、飼い主さんに忠実な犬だけあってね、お前誰ぞみたいな感じでね、いきなり知らんとこ連れてこられて、いきなりね、首輪付け替えられてってするんでね、ちょっとプライドがね高いけんね、もう何触りよんとっていう感じで大体噛まれるんですよ。でましてはこんな状態の足やけん、もう100嫌がってね、怖がってもう人間不信になって、もう絶対か、ただそれだけがちょっと心配やったんですけど、全然抱っこもできるし、来た時は本当骨も出かけとって、もうジュクジュクでと、その浸出液みたいなのと血となんか海みたいなのでこうドロドロしとったんです。足先が肉こうもうブワッと開いた状態で、傷口がで薬を塗らないかんっていうので、その抗生剤と炎症を抑えるお薬をもらって、その抱っこした状態でもうでなるべく噛まれても被害が少ないようにと思って首を押さえた状態で足にお薬塗ったんですけど、全然もうたまにキュイーンっていうぐらいで、もうされるがままでね、おとなしく。まあ、これやったら多分すぐ治せるなと思って、触れんかったらなかなかね暴れたりとかして、お薬が塗ってやれんかったら治りも悪いやろなと思ったんですけど、もう本当にみるみる回復して。これ最初はもうジュクジュクやったんでしょ。そうですそうです、お汁がすっごい出てて、はあ、本当に今一見してもわからないぐらいの足になってますよね。そう、なんかちょっと後ろ足短い犬種かなぐらいな感じに、そう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 、そのちょうど関節のところがね、後ろ足の先っちょの足手みたいな感じに見えますよね。獣医さんはどういう見立てだったんですか。まず私がその最初に連れていた時に、罠か何かで、私の思い込みで行ったんですけどね、罠か何かで事故にあって、多分足がない子なんですっていうので病院に連れて行ったんですよ。で先生に見てもらって、いろいろ調べてもらったら、いやこれは罠じゃないよって言って、人の仕業やねっていうふうに言われて、と思って、もう思いもしてなかったんで。人の仕業、はい、おそらく人によって切断されとる断面だっていうふうに言われたんですよ。そのもし罠だとしたらね、もっと傷口がギザギザになるし、どっちか片足、いやこれだけ綺麗に揃って同じ長さにスパンと切れとるっていうのは人以外は考えにくいっていうのでね、
もうそれ聞いて本当にもう一気になんか辛くなって、で先生がこの子はここに来るまでにどんな生き方してきたんやろうねっていう言葉を聞いてね、いや本当よと思って、どんな状態でね足を切られて、どんなに怖かったか痛かったかなのに、今こうやって私に触らせてくれる、抱かしてくれるっていう、いや本当にこの子は今何を考えてこう私にこう身を委ねてくれたのかなと思うとね、もう本当に涙が出て、病院でそれを聞いた時にもう絶対治してあげて、もう幸せにしてくれる里親さんを見つけてあげようってね、そこの時すごい思いましたね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。でもあんだけ足がぐじゅぐじゅになってたので、可能してる、そう可能してて、傷口も大きく開いてこうめくれ上がってるような感じだったんでね、多分すごい距離は歩いたんやと思うんです。手広がったんやと思うんですよね、傷口が。縫合の必要はなかったんですか？そうです、あまりにも広すぎるし、もう骨が見えかけてたので、ちょっと縫合っていうともうくっつかないっていう状態で、はい、じゃあ開いた傷口をラップでくるんでくっつけると、はい、そうですそうです、皮膚が薄くできるのを待つっていう感じで、はい、できましたね、本当に。先生も見たらびっくりするんじゃないですか？うん、びっくりすると思います、本当にめっちゃ綺麗になっとるって言うと思いますよ。ねえ、でなんかちょっと縛ったような跡があるんですよね、足のその傷口の上に。今はもう毛が生えたんですけど、はあ、タオちゃんちょっと見せてくれる？見せてくれる？タオちゃんごめんね、ごめんね。 ここですね、こう分かりますかね、なんかここに線がありますね。そうでしょ、こっちもこっちも線がありますね。はい、はい、ここに結ばれてたんですかね。そう、そんな気がしますよね。切断して結ばれて逃げないようにみたいな。そうかな、もう本当に理由こそわからないんですけど。そうなんだ。いやでも今や塞がって、そう、どうしてこんなに綺麗に。そうなんですよ。なんでしょうか。毛も生えて。そう、毛も生えてきてね、本当に後ろ足みたいな、短い後ろ足みたいな感じで。そうなんですよ。まあ、注射か何か打ってもらってって感じだったんですか？縫合とか。もう飲み薬と、ただもうひたすら塗り薬、消毒と、水消毒っていうのも、水で流してから、塗り薬です。それ毎日されてる？はい、毎日です。はあ、大変。朝晩でもおとなしいんでね。おとなしいですよね。こんな柴犬います？見たことないです。この大きさでね、ちょこんと抱かれる柴犬。ちょっと滑稽でしょ。ここ見たことないです。ね、抱かれる柴犬、抱き柴、初めて見ました。可愛いでしょ。可愛いですね。されるがままなんね。でもちょっと嫌なんやろ、知っとる。絶対に怪我を治して新しい飼い主さんを探そうと決意した金本さん、もらい手さんは見つかりそうですか？
ですぐに連絡くれた方がおって、でも東京の方なんでね、ちょっと移動距離が長すぎるのはちょっとと思って、もうで、まあ、どうしても時はまた連絡させてもらいますっていうふうに言ってるんですけど、まあ、東京の方がつい最近亡くなった柴犬にもう本当に瓜二つや言うて、もううちの子の生まれ変わりみたいな犬、本当に可愛がってくれそうですよね、受け入れたいですっていうふうに。東京の一等地のお庭も広いらしいんですよ。もしかしたらいいとこの子になるかもしれないですけどね。いいとこの子になるかもしれないね。名前もね、ジョセフとかになるかもしれないしね。どうする？太郎ちゃんやけど今ジョセフだってアンソニーとか、アンソニーとか、そうそうそうなるかもしれない。出る？かわいいね。よいしょ。よいしょ。あ、やっぱ上げて歩く感じなんですか。そうですね、本当は両足上げたい感じですよね多分。さあ飼われとった時から湧いとったんかもしれんけど、それでちょっと貧血があったぐらい。本当ですか。まあ、プラス足の出血もあったんでしょうけど、洗っても洗ってもまだ飲みの糞が流し落ちてないんですよね。ブラッシングも結構するんですけど、いやもうすごく綺麗ですよ。色も綺麗で ね色も綺麗。ごめんね、痛いことしないよ。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。いやーでも、あ、そうですね、自己主張をしだしたかな。その来た時は本当にもう微動だにせず吠えもせずっていう感じだったんですけど、もうされるがままで、最近はもうご飯の時間になってちょっとご飯の音が聞こえたらすごい高い声で吠えるんですよ。ギャンギャンギャンって言ってで後ろ足ついてこうケージから顔出してご飯だろうみたいな遠慮がなくなってきた。そう、早横さんかいみたいな感じで一応ね、あの年功序列じゃないんですけど、うちはもう先輩方々からあげてるんで、そうなると最後なんですよ。でもみんなが食べてる音が聞こえる中、早先輩って言ってって言ってすごい高い声で吠えるんですよ。そう、イケメンなのにね、なんか小型犬みたいな鳴き方してそう、それが最近ですね、やっとくれくれって言い出したのは嬉しいですね。そうなんですよ、やっとねこう心開き始めたかなっていう、まあまだまだ本当はね深い傷があるんでしょうけど、あ、車椅子に最初に乗せた時は本当におっかなびっくりな感じでしたよね。トトンで本当に固まってしまってねえ全然。毎日練習はされてるんですか。そうですそうです。最初靴下も履いてしてたんですけどね、あの脱ぐんですよ、なんでかこう、こういう時にも口で引っ張ってシポンって抜いてしまって、そのゴムみたいなんでもうまくつけれたらね、え一番歩けるというかね、そんな感じでしょ。後ろ足に神経も通っとるし、
あ、ちょっと長さを補強してったことですか。そうそうそう、プラスその擦れて血が出ないようにそのクッションになるような間に何かができたらね、ちょうどいいのがあの椅子の足カバー、傷防止のあれがねちょうどよくて、よいしょー、タオロちゃん、タオロちゃん、ではストップ、あ、すいません。帰りは歩こうとしない太郎ちゃんをワゴンに乗せて帰ります。ちゃんみたいな大五郎ちゃん、もうこれやったらええですね。ね、なるほど。まあ、誰が見てもすごい甘やかされとるかも。いやいや、もう甘える資格はあるよ。ね。太郎ちゃん、いつまでも元気でね。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。